日模製1500スケール昇格1500スケールはスケールモデルに使用される縮尺で主に艦船のプラモデルとダイキャスト製の航空機モデルで用いられている1500スケールの艦船模型は古くはアメリカ海軍が第二次世界大戦中に識別用の模型の一部として使用していた九百六十年代から七十年代にかけてはいくつかのメーカーから一 500スケールの感染のプラモデルが発売されたが、1、700スケールが感染モデルの主流になるにつれて、新規開発は低調になった。2009年に、富士見が新規開発した戦艦ヤマトで参入してからは、現在主流の1、700と1、350の中間のサイズとして、再び注目を集めている。感染以外では、ドイツのヘルパーをはじめとするヨーロッパのメーカーから、 ダイキャスト製の旅客機の模型が多数発売されている。また、城郭のような建造物のプラモデルも作られている。1、700スケールが一般化する1970年代以前は、感染のプラモデルには標準的なスケールはなく、各社が独自の縮尺でシリーズ展開を行っており、イギリスのフロック、アメリカのレンウォール、日本の日モなどが1、500スケールを採用していた。 1960年代、レンウォールは1960年代当時のものを中心としたアメリカ海軍の軍艦を1、500スケールで14点ほど製品化し、フロックは第二次世界大戦時のイギリス軍艦を6点製品化していた。両、メーカーとも1970年代の後半に活動を停止し、レンウォールの金型はレベルに譲渡されたものの、 再生産はあまり行われず入手は困難になっていたが2010年代に入って数点が電話オールブランドで限定再発売された。一方フロックの金型はノボに引き継がれ、ノボの解散後も航空機のキットと同様旧ソビエト、東欧圏の複数のメーカーで生産が続けられ、一部の製品は2000年代まで生産が行われた。日もは 1960年代から70年代にかけて第二次世界大戦時の日本の軍艦を中心に1500スケールキットを20点製品化している。日本艦以外ではドイツのポケット戦艦グラーフシュペーと原子力空母エンタープライズが1970年代に発売されている。1978年に発売された空母赤荷が最後の製品となった。 モノグラムが1977年に発売したミサイル巡洋艦シカゴとコロンバスは、船体の長さを16インチとした箱スケールの製品であるが、1、500に近いため再発売の際に1、500と表示されることもある。同様に、箱スケールを基本としていたレベルの製品にも1、500に近い縮尺のものが何点かある。また、前述のようにレベルは、レンオール製の1、 500スケールキットの再発売もいった。中国のトランペッターは、1990年代以末に、1、500スケールで、ッツ級空母を製品化している。富士見は1992年に、ウォーターラインシリーズから抜けた後も、独自のシーウェイモデルシリーズを立ち上げて、1、700スケールの完成モデルの開発を続行し、2007年には、1、 350スケールの艦船モデルの開発もスタートしていたが、2009年11月に新たに1500艦船モデルシリーズの第1作目として、戦艦ヤマトを発売した。第2作目としては、戦艦長戸を発売、その後51センチメートル連装砲塔装備の超ヤマト型戦艦を含むヤマトのバリエーションが発売された。2015年現在、 山と長と以外の艦船は商品化されていない。艦船モデル以外の1500スケールの模型としては、城郭等の建築物の模型がある。かつては、東方模型から東京タワーや霞ヶ関ビルなどのプラモデルが1500スケールで発売されたことがあり、2011年現在でも、道友社より、姫路城、高知城、松江城などが発売されている。 航空機のプラモデルでも、かつてはジャンボジェットなどが発売されたことがあった。宇宙戦艦ヤマトなど1、500と設定されたキャラクターモデルも何点か発売されており、2011年の10月にはファインモールドから宇宙戦艦ヤマトに登場した沖田艦と古代艦の元となった松本イジのオリジナルデザインを発展させた艦隊機関とミサイル護衛艦の1、 500スケールキットが発売された。ドイツの模型メーカーヘルパは、ダイキャスト製航空機関製模型のヘルパウィングシリーズを1980年代後半から展開している。シリーズは1、87から1、1000までの各種のスケールで展開されているが、1、500シリーズはその中心で、製品数は2011年現在で1000点を超えている。 また建物や車両などの空港ジオラマ作成用のアクセサリーも発売されている。インフライトや砲ンなど他のメーカーからも1500スケールのダイキャスト製旅客機が発売されている。ドイツのプライザーからは旅客機と組み合わせることが可能な高さ 4mm にも満たないインジェクション成型のフィギュアが発売されている。ありがとうございます。